間は外の世界を一度こう取り入れて、でもう一度それが何だろうって考えて何か表現してみると、他者をこう理解していく、そういう時にまあいろんな表現というのがあって、まあ僕はたまたま絵というものを描いています。この僕は絵を描くっていう仕事をしていて、絵本やらアニメーションやらたくさんたくさん作っていますけど、まあ、そういう中でじゃあ何を僕はやろうとしてるのかなって最近思うのは、よりこう自分の心の中である見えない光みたいなものをこう形にしたい。子供の頃からお芝居をすることとか、あと朗読をすることがね大好きで、絵本だとか教科書だとか、あと漫画とかを買うと、その漫画を全部の登場人物を自分で一人でやって読んだりとかね、それでお芝居するのが大好きだったんです。できるだけ内面的なものであるとか性格的なものっていうのを、いいことも悪いことも全部解放して、あとは自分のセンスで自分の感覚で面白いって思える演技を大事にしてます。本気で描いてたら結構無言で確かに動かすとどうなるんだろう。確かにね。よし、こっち声出してますね。なんか音聞こえてきそうな感じで。本当ですか。あ、出た。こっちは1日を2コマだけで表してくれました。お見舞いして広島、広島国際の文化祭始まる。 OK、 で、いきます。スタスタスタ、キラキラキラ、いろんな音聞こえる、いろんな光動いてる、ミュージック、アニメーション、わーかわいいじゃん。キラキラ、あ、生まれて広島広島国際平和文化祭始まる。なんかすごい気持ちが情感こもってて、なんかすごく雰囲気がムードがあって良かったです。ケージがすごい、イマジネーションの力を持ってるなと思います。